2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ、榊の組員を弾いちまった。頭が？今、ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。18年後、東条会荒川組、春日一番。彼は信じていた。恩人や仲間たちが喜んでくれる姿を。お待たせしました、春日一番。ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。すまねえな、イチ。死んでくれ。あのよ。え、どうした。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。このボンクレ、何なんだよこれ。場所をわきまえろ。自分で死ぬわけないでしょ。人生は冒険だ。これ以上信じた人を悲しませるな。どうせならどん底からやってみろ。最後にはてっぺん取ってハッピーエンドよ。ドラクエみてえにさ。